ユナ、お主か。デン。待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。出迎えば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。はあ？村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたのだ？そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦えそうにないね。全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか？使ったやつは引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った？しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか？ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ、あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので？叔父上を救いたい。兼太の木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず、忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる？嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。
はここだ。シサンドラ出して、サムライ。幸男か。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。キヨの使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。沈まれ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。ヘルリュウ、ん？何？お嬢だ！うっ！うわぁ！おっと、そっとこえ。うわっ！どう？うわっ！おっしゃ！どうしよう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 ！うわっ！どうしよう！Başa Türkiye! Yok! Ufkez kilerde!내게 멋있어.
生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何、戻るまで火を入れるな。ジン、こっち。火事場は火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。嘘をつくな。お前の仲間をいたぶる。侍なんて知らない。村の奴らはどこに消えた。知らないよ。お願いだから殺さないで。そもだって。助かった。どうもありがとうございます。まだ気を抜くでない。火事場まで行けるか。ええ、なんとか。みんなついてまいれ。あの方は何者なの。話せば長くなる。殺し方がむごくて人じゃないみたい。そうかもね。尋常に勝負。姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。
火事場に入られた。止めるぞ。お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに
志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。